参ります。こちらは PK7463 のプロテクトアドベンチャーメッシュパンツですね。アドベンチャーって歌ってるのでちょっとあのツーリングっぽい感じが強いですよね、はい、こうやってサロペットのベルトもついていて、腰のホールドだけじゃなくてもね、サロペットの肩ベルトで着用していただけると、あんまりそのトレンドで最近あんまないんですけど、これはこういうタイプなので、ご承知おきいただければなと思います。ただこのサロペットのベルトがちょっと抵抗感がある方はこれ簡単に取り外しできるので普通のパンツとして使っていただけます。でこれはメッシュパンツですね。その生地とメッシュ部分を組み合わせたパンツになります。で膝のところはリフレクターになっていたりとか、はい、かなりしっかりした作りになっていますよね。でこちらの、もものところにはね、あのカーゴポケットがあるんですけど、これはその斜めについてますけど、そのバイクにまたがった時にアクセスしやすいように考えられて、この、角度でついていますよね、はい、膝にはシャーリングついていて膝の曲げ伸ばしも楽ですし、でプロテクターはね、今年のものからこちらの黄色いタイプ、グワッと、はい、黄色いこの C レベル2のプロテクターを使っています。で腰の横にはソフトパッドも入ってたりしますかね。はい、入ってないのかな。入ってる、多分入ってるはずです。入ってます、ね、はい、入ってます。いかがでしょうか、履いた感じ。あのこのシャーリングが膝を曲げて伸ばししやすくて、はい、いいですね。しっかりしてますね、生地がもう、本当にあのプロテクションがしっかりしてる感じがあります。そうですね、あのかなりしっかりした作りになっていて、まあそのバイクのトレンドで言ったら、そのアドベンチャーバイクとかですね、やっぱりそういうのに合うんじゃないかなと思います。あの上着もそれ用 の、 そのアドベンチャーっぽい仕様のメッシュジャケットもありますので、そういうのと組み合わせていただけるとうまくコンビネーションして使えるんじゃないかなと思いますよね。はい、というこのしっかりしたメッシュパンツ、ちょっともう一回後ろくるっと回っていただいて、はい、腰の裏にもねシャーリング入っていたりとかしてね、かなりその細かいところまで考えて作られたメッシュパンツになります。というところで PK7463 のプロテクトアドベンチャーメッシュパンツの説明を終わります。はい、ありがとうございます深々とありがとうございます